最後にお知らせを1点させてください。あと2日後の12月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、この機会に概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はファーストフィットネスですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移としては、まあ上場してですね、まあ、株価が上がったんですけど、その後下落傾向という推移になっています。はい、これまでの経緯としては会社が設立されたのが2010年ということで今から約11年前ですね。で、上場したのが2020年、まあ、12月ということで、まあ、初日の終値が2205円で引けているということです。で、上場来安値はですね、まあ、一応記載してるんですけど、これは上場初日の安値ということで、まあ、あくまでも参考ということで、まあ、1890円です。で、上場来高値はですね、まあ、上場後約半年後ですね、21年5月の時点で5458円まで上がっています。で、現在は21年12月ということで2659円という状態です。なので上場後1回ですね 2.5 倍になった後、まあ、約5割下落して現在に至るという株価推移になっています。はい、今回の基準はですね、12月3日15時の終値2659円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、直近、約2週間にしてはですね、分かりやすい下落傾向ということで、ちょっとこの動画を撮っている時点では、下げ止まりの状況が見えないという状態です。はい、よっても今後も下落が続く可能性が高いということですね。はい、では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、改めてファーストフィットネスについての学びを深めていきたいと思います。はい、ファーストフィットネスジャパンということで、米国エニタイムフィットネスブランドの24時間無休フィットネス店舗を直営と、あと FC 展開ということですね。で、なので、米国とですね、フランチャイズ契約を結んで、そして、日本本部みたいな感じで、日本では直営店とフランチャイズの両方で、店舗展開をしているということですね。なので、連結事業ということで、店舗売上、これは直営ということになりますね。売上が 53%、 あと、フランチャイズ加盟店からの、ロイヤリティ収入というのが売上の 41%、その他営業収入が6というふうになっています。なので、もう分かりやすくですね、フィットネス店舗エニタイムフィットネスを、運営している会社ということになるということですね。はい、ということで、フィットネス店舗ですね、エニタイムフィットネスをですね、日本で展開している直営プラス、フランチャイズ展開している、企業であるということです。はい、で、機会としては正直、特にないというふうに、今回は考えています。そこまでですね、大きくこうフィットネスが伸びているという、統計は見つからないので、やや上昇、コロナの前ですよね。だから2020年3月以前は、やや上昇傾向ではありましたけれども、すごくこう成長しているという市場ではなかったということですよね。むしろ直近2年、2020年、21年に関しては、機会、チャンスよりも、コロナによる脅威の方が、影響が大きいということで、このフィットネスの、施設関連の企業はですね、減収もしくは減益になっているということです。はい、で、強みとしてですね、じゃあ、例えばフィットネス関連の、上場企業というのが数社あったりするわけですけれども、ファーストフィットネスですね、エニタイムフィットネスを展開している、その、強み、ですね、競合に対しての強みっていうのはどういったところがあるかということで、まずは24時間365日営業ですということですよね。まさにエニタイムと、いつでも行けるということですよね。なので、基本的にはスタッフの方がいらっしゃる時間と、もう無
人の時間、っていうのもあって、で無人の時間、まあ、特に深夜とか、っていうことになるわけですけど、まあ、無人だったとしても、まあ、実際会員さんは、まあ、行けば、実際は施設に入って、まあ、トレーニングをすることができるということですよね。もう、はっきり言ったらその建物の中の、に、たくさんこうカメラが、置いてあって、まあ、セキュリティシステムプラスですね、まあ、アルソックですよね、警備会社のアルソックと、まあ、結局もう提携しているということで、まあ、万が一のことがあったら、まあ、はっきり言ったらアルソックがですね、まあ駆けつけてくれるみたいな、まあ、そういう体制で、まあ、スタッフがいる時間だけではなくてスタッフがいない時間も、まあ利用することができるっていう、まあ、そこが、まあ、エニタイムの、まあ、たったの競合、フィットネスに比べれば、大きな強みになっているということですね。はい。で、マシンジム特化型ということで、まあ、これはですね、フランチャイズ展開する場合の、まあ、フランチャイズ加盟を検討している、企業にとっての、まあ、一つの売りっていうのもあると思います。なんでかっていうと、まあ、一つはやっぱり人を雇わなくていいですよね。インストラクターの方とか何かこうレッスンをする、ということになると、まあ、レッスンをすることができるインストラクターっていうのを、まあ、雇用するか、もしくは、業務委託、するという必要が出てくるわけですけれども、まあ、マシンジム特化型ということになれば、極論、まあ、建物を確保して、ですね、土地建物を確保して、まあ、そこにマシンジムを、まあ、設備投資すれば、まあ、人件費に関してはかなり軽い、感じで、まあ、フランチャイズ加盟することができるということですよね。まあ、なので比較的まあ利益率を高めやすいというの、フランチャイズ加盟店にとってのまあ大きなまあメリットの一つになっているというふうに認識しています。あとはまあ会員さんですよね。まあ、月額こう都道府県によって若干利用料金が違うようですけれども、まあ、月7000円から月9000円ぐらいという、まあ、利用料だったり、まあ、会員料金だったりするわけですけど、まあ、その料金を払えば、まあ、日本全国のエニタイムはもちろんですけれども、まあ、海外ですね、まあ、もし海外旅行に行くことがあるとか、まあ、何かですね、まあ、はっきり言ったら転勤するとか、まあ、何かあった時は一応日本全国だけではなくて、まあ、全世界の店舗の利用も可能っていうのを、まあ売りにしているというか強みにしているということです。はい。で、まあ、ビジネスモデルとしては、まあ、一つは、まあ、直営店ですよね、をやってるので、まあ、直営店に関してはもう、会員収入がそのまま売り上げになっているということです。それと、まあ、フランチャイズ加盟店からの、まあ、ロイヤリティ、に関しては、収入があるということですね。まあ、フランチャイズにしては、比較的珍しいんですけれども、まあ、基本的には月額、固定料金で、ロイヤリティを、受け取っているということですね。まあ、普通フランチャイズって言ったら売上連動でですね、まあ、売上規模が大きくなればなるだけ、まあ、本部のロイヤリティ収入も大きくなるっていう特徴があるんですけれども、まあ、今回のファーストフィットネスに関してですね、まあ、エニタイムというフィットネスを展開する、まあ、フランチャイジーですよね、参加企業からすると、まあ、比較的利益を出しやすいと、まあ、固定で固定費として、ロイヤリティを払うので、だから、まあ、結局自分たちの企業努力で売上をどんどん伸ばせば伸ばすだけ、まあ、利益は増えるということで、まあ、こちらの方もフランチャイズ加盟しやすい、まあ、そういうまあ条件にはなっているということですね。まあ、本部からするとフランチャイズ加盟店から毎月決まった金額がまあ固定で入ってくるという、ビジネスモデルになっています。はい。では以降ですね、ファーストフィットネスの主要指標を確認していきたいと思います。はい。時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で497億の企業ですということですね。で、 PER プライスアーニングレーシオ株価収益率ということで、分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益というふうに考えたときに、1株の当期純利益に対して何倍の株価になっているかという、まあ、株価の指標の、数字になります。まあ、目安 16.6 って考えた場合は、まあ、約 2.1 倍、割高という言い方もできますし、まあ、それだけ今後のですねファーストフィットネスに対しての、まあ、成長っていうのを、まあ、株式市場が期待しているという言い方もできると思います。はい。PBR ですね。ね、プライス、ブックバリューレーシオということで、株価純資産倍率ということで、まあ、こちらの方が、まあですね、一株当たりの純資産に対して何倍の株価になっているかという指標ですけれども、まあ、6.1 倍ということです。まあ、目安 1.25 と考えた場合は約 4.9 倍ですね。まあ、割高という言い方もできますし、まあ、それだけファーストフィットネスの一株に対して価値を考えているという言い方もできると思います。
はい、それから営業利益率ですね、売上に対しての営業利益の割合ということで、こちらは 20.5% という数字になっています。まあ、目安 7.2 というふうに考えると、まあ 2.8 倍ということで、まあ利益率は高いということですよね。まあ、一つはあのマシン特化型であるということですよね。で、なので、まあ、基本的にはその人の雇用、もしくはインストラクター、まあレッスンができるインストラクターに対しての業務委託費、外注費っていうのがまあかからないっていうのが一つですね。あとは無人でも結局施設を開けられる、まあ、そういうシステムプラス、まあ、アルソックとの業務提携という形になっているので、まあ、比較的まあですね、利益率を出しやすい、まあ、そういうビジネスモデルになっているので、まあ、利益率が高い数字が出ているということです。はい、それから従業員1人当たりの生産性、営業利益ということで、まあ、生産性ですね、こちらの方が1152万円ということで、まあ、目安300万円って考えた場合は、まあ、3.8 倍ということですね。まあ、コロナっていうね、まあ、フィットネス業界にとっては、まあ、今までで最も厳しい1年で、まあ、比較的生産性がですね、1年間で、まあ、数字としてはかなり下がったんですけど、まあ、それでもファーストフィットネスは下がってですね、まあ、結局4月5月ですよね、2020年4月5月っていう、まあ、約2ヶ月ですね、もう実質営業ができないという状態で、まあ、そこで会員がですね、まあ、かなり減ってるんですけど、まあ、それでもですね、それでも従業員1人当たり1152万円ということで、まあ、いかにですね、少ない従業員で、まあ、店舗を広げてるかっていうのが、まあ、分かる数字だというふうに思います。はい、それから ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本純資産ということで、まあ、ファーストフィットネスが自己資本純資産をどれぐらい上手に使って当期純利益を出しているかというですね、資金の効率性、お金の使い方の上手さを測る指標ということになります。こちらが 11.3% ということで、まあ、目安 10.6 と考えると、まあ、約1倍強という状態です。はい、ということで、まあ、営業利益率ですね、まあ、それから生産性、また ROE ですね、自己資本利益率など、まあ、主要指標の数字がまあいいと、ファーストフィットネスということで、まあ、だからビジネスモデルははっきり言って優れているということになるわけですよね。で、なので、まあ、24時間365日、まあ、スタッフがいない、時間帯でもですね、結局、施設を開けることができると。で、マシン特化型なので、まあ、人の雇用もしくは業務委託外注費が、軽いと、しかもフランチャイズで店舗を広げていくことができているということで、まあ、ビジネスモデルがやっぱり優れてるんですよね。だから、まあ、数字が、いい数字が出てるということです。なので、まあ、企業としてはいい企業でいうことはもう確かに言えると思うんですよね。でも考えないといけないのは株価が上がるかどうかっていうことを考えないといけないわけで、今後株式市場の期待以上に成長していくかということですよね。だからビジネスモデル優れてますと、でいい企業だったとしても、じゃあ株価が上がるかどうかっていうことは結局期待以上に成長していく可能性があるかどうかっていうことですよね。まあ、だから利益の成長率っていうのを考える必要が出てくるわけです。で、利益の成長率が、まあ、期待以上ということであれば、ここから株価が上がっていくと。で、いい企業なんだけど期待通りっていうんだったら株価は横ばいということなので、まあ、検討することっていうのは、まあ、今後株式市場の期待以上に成長していくかどうかっていうのを考えていく必要があるわけですけれども、まあ、結論からすると、まあ、難しいというふうに分析しています。はい、理由としてはですね、やっぱり市場が小さいので、まあ、成長余地も小さいということですよね。だから、まあ、利益を出していくとしたとしても利益の成長率が上がっていかないというふうに、まあ、考えています。はい、まあ、フィットネスっていうのは、まあ、日本の場合はですね、まあ、フィットネス参加率は 4% 前半と、だからまあ 5% はないと、4% 前半というふうに言われているということですよね。ってなると、まあ、1億2600万人の 4% っていうことでいけば、まあ、対象になっているのはまあ500万人ということになるわけですよね。まあ、実際だからかなり少ないということですよね。だから、まあ、全く運動しない人もいれば、まあ、はっきり言って散歩程度っていう人の方が圧倒的に多くですね、まあ会費を払って運動しに行くと、そしてまあ体を例えば鍛えるとか、まあ、柔らかくするとか、まあ、そういった、まあ、ある程度その健康とか運動に対して、まあね、意識が高い人っていうのは、まあ、かなり実際割合としては少ない、まあ、つまり対象人口が少ないということになるわけです。で、まあ、市場規模はですね、まあ、ざっくり計算すると、まあ、約3000億から、まあ、どんなに最大見積もったとしても、まあ、5000億ぐらいという感じです。
まあ、例えば、まあ、小学生、中学生、高校生対象の、まあ、塾、学習塾、予備校とか、っていうのがあったりしますけれども、まあ、塾業界ですよね。まあ、そこが、まあ、大体約、9000億から1兆円ぐらいという市場規模なんですよね。だから、まあ、塾とか学習塾、予備校に比べると、まあ、その半分から3分の1ぐらいの、まあ、市場規模しか、まあ、フィットネスっていうのは、まあ、ないということです。まあ、なので、まあ、フィットネスクラブの、まあ、会費収入だけでいけば、まあ、月200億の、まあ、年間2400億ぐらい、まあ、それにまあスクール会費まで入れたとしても、まあ、結局月250億からまあ年3000億ぐらいというぐらいの市場規模だということです。はい、よってまあですね、まあ、結局こうフィットネス関連っていうのは上場企業が何社かあるんですけれども、まあ、どの企業もなかなかこう時価総額が上がりにくいと、まあ、特に1000億を超えるっていうのはすごくやっぱり難しいということですよね。まあ、結局時価総額っていうのは最終的には企業価値であり、企業価値っていうのはその企業が今後上げるであろうですね、まあ、当期純利益のまあ合計金額の現在価値ということになるわけです。だからやっぱり利益の成長率が上がっていかないと企業価値が上がらない、企業価値が上がらないと最終的には時価総額も上がらないということになるので、まあ、フィットネス関連っていうのは、まあ、時価総額は結局ですね上がりにくい、まあ、1000億っていうのをなかなか超えるのが難しい、業界だということです。はい、まあ、今回は5社挙げてるんですけれども、まあ、例えばライザップですね、まあ、に関しては、まあ一つフィットネス関連ということですけれども、まあ、ここは結局フィットネスの売上とか利益、っていうのはそんなに大きな金額にならなかったので、まあ、比較的小さな売上で高利益率ですよね。だからすごくこう、はっきり言ったら高単価で高利益率だったので売上規模は小さかったわけですけれども、まあ、利益率が高かったんでその、高い利益率で上がった利益っていうのを使って、まあ、かなりたくさんの企業ですよね、まあ、ピークで言えばもう80社以上 M&A で、まあ、結局多角化していったというのが、まあ、ライズアップだったということですよね。で、まあ、カーブスとファースト、今回の、ファーストフィットネスっていうのはその下の、まあ、セントラルとかルネサンスの、まあ、ある意味対抗系ということになるわけで、まあ、セントラルとかルネサンスっていうのが、まあ、いわゆるスポーツジムですよね、まあ、本当に総合型ですよね。でだから、まあ、マシンもあるし、レッスンスタジオもあるし、スタジオがあってレッスンも行われてるし、まあ、場所によっては例えばスイミングスクール的なものもやってるという、まあ、セントラルスポーツとかルネサンスっていうのは、まあ、いわゆる総合スポーツジムというジャンルですよね。でそれに対して、まあ、比較的こう差別化してを図ってるのがカーブスとファーストフィットネスということで、まあ、カーブスに関してはもう結局ですね、まあ、もう女性だけということである程度主婦層以上ですよね、まあ、だから女性だけ限定で、まあ、狭い、ある程度こう、そのセントラルスポーツとかルネサンスが提供しているような、まあ、総合、スポーツジムよりはかなり、まあ狭い、そして、まあ、施設としても、まあ、かなりこう簡素化されているものですけれども、まあ実際は、まあ、女性限定ということで、まあね、30分、運動しませんかという、まあ、そういうね、すごくこう気軽さを、まあ、売りにしてですね、まあ、ある意味差別化を図った企業ということになるわけですよね。でファーストフィットネスの場合は、まあ、これはですねカーブスとはまただいぶこう、顧客層が違うということで、まあ、男女比で言えば男性の方が多いということですよね。マシン特化型なので、まあ、結局エニタイムに行っても結局マシンを使って体を鍛えるっていうことを、まあ、するわけですよね。だからなんかこう泳ぎに行くっていうことでもないし、なんかこうね、ヨガとか、もしくはボクササイズとか、まあ、そういったこうレッスンを受けるわけでもないので、なので、まあ、基本的には、まあ、カーブスに似てるんですけど、カーブスの場合は女性限定で30分運動しませんかっていう気軽さを売りにしているのに対して、まあファーストフィットネスですね、エニタイムに関しては、まあ、24時間365日、まあ、マシンで体を鍛えてトレーニングしませんかということで、まあ、男女比で言えば男性の方が多いと、しかも若い人ですよね、まあ、それこそ学生とか20代とか、っていう人たちが多いということで、まあ、結構こうね、まあ、差別化されてるというか結構住み分けはされてるんですよね。だから総合スポーツジムはセントラルスポーツとかルネサンスとかですね、でも、完全に企業として多角化を図ったのがライズアップとかですね、まあ、女性が気軽に運動するっていうんだったらカーブスとか、逆に若い人がマシンでかね、もう、とにかく自分が、都合がいい時間に行って体を鍛えるっていうんだったらファーストフィットネスとみたいな感じで、まあ、各、企業間で差別化されて、まあ、ある意味こうさ、住み分けはされてるっていうところはあるんですけれども、まあ、いかんせん市場規模が小さいので、まあ、なかなか時価総額1000億円以上っていう形で、まあ、時価総額は上がり
にくいということです。まあ、ちなみに括弧書きしているのはですね、コロナの影響が小さかった2020年3月ぐらいの期でですね、各企業の営業利益で括弧書きをしています。なので、まあ、営業利益規模っていうことでいけば、まあ、カーブスが54億でファーストフィットネスが28億とで、時価総額に関しては、まあ、カーブスが772億で、まあ、ファースト、フィットネスが497億ということですよね。これは単純に店舗数が全然ですね、まあ、カーブスの方が約倍ぐらいありますので、ファースト、フィットネスが、まあ、952店舗で、まあ、カーブスが2000店舗を超えているということで、まあ、店舗数の大きさですね、まあ、多さ、店舗数の多さが、まあ、それだけ営業利益の、まあ、規模の大きさと、まあ、時価総額に、かかっているということです。はい、ということで、まあ、例え強みがあってということで、まあ、例えばエニタイムはですね、もう本当に、エニタイム24時間365日空いてますという、まあ、強みがあって、まあ、競合と差別化できていたとして、しかもですね、まあ、ファーストフィットネスが仮にですよ、ね、これもあくまでも仮ということですけれども、まあ、現時点の952店舗を約2倍以上の、まあね、カーブスと同じぐらい2000店舗まで拡大できたとしてですね、まあ、これは あくまでも仮定です。まあまあ、ここがまあほぼ上限値なんだろうということですよね。実際は2000店舗は結構難しいんじゃないかなっていうふうには、まあ、個人的には思うんですけど、まあ、なんでかっていうと、あのカーブスの場合は もっと狭いんですよね。で狭いので、まあ、40坪とか50坪とかでも一応開設することができたりするので、まあ、比較的フランチャイジーですよね、要するに FC 加盟店が、まあ、結構やりやすいんですよ、うん、あのもう30分間ですね、運動しませんかっていう、そのスペースさえ確保できればいいということで、カーブスの方が実際は店舗展開しやすいんですよね。でファーストフィットネスの場合は、まあ、エニタイムの場合は基本的にはその、ね、ジム、マシン特化型ということで、マシンはやっぱり、かなりいいものを入れないといけないので、まあ、広さ的にはですね倍以上ですよね。70坪から、まあ、広いところだったら150坪ぐらいの場所っていうのを確保しないといけないということで、だからまあカーブスよりもファーストフィットネスの方がより広い場所を確保しないと展開できないということで、まあ、実際2000店舗まで行くっていうのは結構難しいんじゃないかなっていうふうに個人的には思うんですけど、まあ、仮にカーブスと同じぐらいの2000店舗まで拡大できたとしても、まあ、物理的にそれ以上ですよね。つまり市場規模以上にはまあ成長し得ないということですよね。まあ、これ企業がどれだけ優秀で優れていてですね、まあ、強みがあって差別化できていたとしても、それでもやっぱり市場規模、つまりまあ例えば、ね、全人口の 4% 500万人っていうところの中で、まあ、結局ですね差別化して、まあ、お互いビジネスをやっていくっていうことになるので、やっぱりこう市場規模以上には成長しえない、だからまあ成長余地が結構限られてるっていうことですね。はい、よって、まあ、ファーストフィットネスの PER 株価収益率 35.5 倍は、まあ、割高ということで、まあ、ファーストフィットネスの株価は企業価値相当まで、まあ、下落していく可能性が高いということですね。まあ、今の営業利益の、額からすると、まあ、期待値が入った、時価総額になっているということで、まあ、実際ですね、まあ、あと成長余地が小さい、まあ、そして今後ですね、まあ、高成長を続けていく、まあ見込みが小さい市場の中でビジネスをやっているということで、最終的にはちょっとこう期待まだ過剰の状態ではないかということですよね。だからまあ企業価値相当まで株価が下落していく可能性が高いというふうに考えています。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期に関しては下落傾向ということで、まあ、下落がしばらく続くのではないかということですね。で長期に関しては市場が小さいため成長余地も小さいということで、まあ、下落の可能性が高いということです。故に、まあ、短期的には下落、長期的にも下落というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマ、ファーストフィットネス株価予想ということで、まあ、2659円なんですけれども、まあ、今回は2207円を株価予想というふうにしたいと思います。最後にお知らせを1点させてください。あと2日後の12月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、この機会に概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。